川さんはもう広島では有名人ですから。あ、そうなんですか。そうなんですよ、広島雑誌に載ってて、私も載ったことないのに、でもレイパロマさんもめっちゃ載ってて、すごいですね。そうなんですよ、有名人ですよ、広島の英雄ですよ。広島の英雄。松本美和子選手はこれなんか怪我してマスクしてるんですよね。あ、そうです、あの大阪大会で口に穴が開いて。口に穴が開いたんですか。5針ぐらい縫ってるはずですよ。どのあたりですか。口の唇ですか。下唇に穴が開いてます。はい、穴が開いた、穴が開いてるんですよ。それは試合中にやってしまった。試合が終わった後、レフリーに抗議した時ですかね。ミオ姉さんに蹴飛ばされたやつだと。ああ。大流血。制裁されたんじゃないですか、それは。指摘な。プロレスラーがレフリーに蹴飛ばされて負傷するという。負傷するという。不思議な事態が起こったんですね、大阪で。そうなんですよ。はあ。現役時代ばりのキックが入ったんですね。ミオ姉さん、怖いですね、やっぱね。はい。それを、防御しつつ、この試合に臨んでるわけですね。さあ、いきなりレイパロマが、すごい、なんか瀬山さん、なんかレイパロマ見てると田口龍介っていうのもぶつかった加藤茂雄みたいですね。そうですね、加藤茂雄さんの方がもうちょっとでかいですけどね。加藤茂雄さんをちょっとややコンパクトにした感じですかね。加藤茂雄体型。さあ、そのレイパロマと宮本優子、吹っ飛んだ吹っ飛んだ。宮本優子は広島出身でございますね。割と宮本選手もね、ダブプロレスチャンピオンになったこともあるんで、 ありましたね、対戦経験は多い2人ですから、そういうのご存知でこれ組んだんですか。これあ、広島出身の方にっていうそれだけ、それだけで、はい、セクシーな2人を見たくて。あ、優子さんもセクシーだと。優子、はい、はい、優子さんセクシーだと思いますね。優子さんセクシーですよね、はい。そんな棒読みで言うことないですよ。はい、宮子さんだけノーセクシーですね、この試合は。さあ、その松本宮子と宮城もう一度ございます。マスクしてるとでも多分息がかなりきついはずなんですよね。なんだ、あ、ルチャのようなことを。ルチャのようなこと、ルチャじゃなくルチャのようなこと。うん、ルチャの中でもこういうお色気をね、セクシーですね、セクシーを。あ、なんかえずいてるんですか。あ、えずいてるんだ。えずいた。マスクしたままえずくとえらいことになりますよね。ああ、うん、これだけ長いと思います。一緒にアイスリボンという団体でやっていながら今えずくっていうのもすごいね。はい、さあ、おフランクレディを誘惑してますね。おお、これ大日本と昼夜だったんでした。そうですね、夜が大日本。ああ、淳さんも入っちゃった。入っちゃいましたね。淳さんはどちらかというと細い女性の方が好きです。ああ、あ、これはやばい。これレフリーチェックします。お、怒った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 。普通に蹴飛ばしてますね、優子さんも。怒ってる怒ってる。アツさんたまに急に怒り出しますからね。そうですね、あの切れる線が分かんないですね、この方はね。なんでここで急にこんな、なんでここで怒るんだろうってことで怒るときありますよね。怖い怖いですよ。あの広島出身だからっていうそれぐらい薄い理由であんま組まない方がいいですよ。そういうことが起きますから、不足の事態が、ね、割とね、そういう理由で組んだ試合ってね、大やけど負うことが多くありますからね。さあ、ものすごく高速なカウントでございました。ああ、もうちょっと怒ってますね、ちょっと。はい、キャメルクラッチ、あ、腹フック。レフリーチェックしないといけないですよね、これね。いや、見て見ぃふりしてますね。見て見ぬふりをしているレフリー。楽しんでますよ。ああ、怒ってる怒ってる。レイパロモさんも怒りましたね。はい、広島の映画怒りました。怒れば怒るほど多分、うん、宮本組の思うツボですね。そうですよ。さあ、宮城もちがちょっと捕まってますね。髪の毛掴んでるのにレフリー見てるの。全然見てる。いや、まあ傍観してますよ。もともと大日本のレフリーっつうのは反則には緩いですからね、はい、そうですか。この間ブレード小塚さん5カウント入れちゃったじゃないですか。いや、だからあの人は別に本業のレフリーじゃないから。あーすごい、お腹の力なんかすごい反撃の。なんだ今フライング、フライングクロ、フライングしないクロスショップでしたね、今ね。ですね、飛ぶ意味がわからない。別に飛ばなくてよかっただろう、はい、あ、今度は松本美和子が抗議しております。なかったはずなんですね。
彼女のお腹ってなんかまた独特の弾力感がありそうなんで。そうなんですよ。そうなんですか。はい、結構あのお腹に顔をうずめられることが何回かあるんですけど、息が全くできないです。あ、もう吸着してきますから、あ、顔周りに。やっぱ宮城さんの中もこう相手の打撃を吸収してしまうお腹ですかね、これね。はい、あ、ハムコさんのね、なんかあれとはまた違うような気がするんですよね。ハムさんのは結構、はい、狂気レベル、圧力でこう押してくるっていう。モチさんはなんかモニョンみたいな。モニョン、モニョン、モニョンって感じ。モニョンっていう擬音ありましたっけ、世の中に。多分鼻の中にこう皮膚が入ってくる。あ、そうです。あ、レフリーが巻き込まれた。あ、まずい、まずい。あ、またムチを、そしてムチを、レフリーが気づいてないですね、気づいてないですね。さあ、あー、顔面、思いっきり顔面。ちょっとまずいかもしれないですね、これ。まずいっすよね。あー、やばい。あー、ちょっと大橋さん前を押さえてますけど。前、股間押さえてますね。やめてくださいよ、瀬田さん。これなんでここ押さえてるんですか。あなたが組んだ試合ですよ、これ。でも、レフリー大橋さんだなんて言ってないです。モチリバディ瀬田さんが決まりました。大橋さんも顔がちょっとなんかほころんできましたね。ちょっとやめてくださいよ。いや、クララが立ったじゃないですか、アッシが立ったんですよ。やめてください。私の凱旋なのに。ですよね、やめてくださいって。組んだのあなたですからね、この試合。いや、はい、もうレフリーやってないですよ。やってないですよ、レフリーが。おい、ちょっとレフリー仕事しろ。さあ、フォール、フォール、仕事しろ。前かがみになったままフォールいけません。仕事しろ、仕事しろと。自分で自分に気合い入れてますね。あ、気がついた、気がついた。あ、しかしこれ ね、カウント入るまでが遅かったレイパロマが抗議いたします。それは当然です。もうずっと前からホール入ってましたからね。ほな、宮本選手が。この人はあの二丁目プロレスというところでリンチ宮本っていうこういうキャラやってるんですよ。リンチ宮本、怖い怖い怖い。伝説の縄師。伝説の縄師、はい。ああ、これもかわされた。そしてこの、ああ、気持ちいいと。瀬田さん、気持ちいいって言ってますよ。ダメですね。大橋さんはそっち方面に関しては本物ですからね。ダメです。アイスリボンダメですよ。アイスリボンはこういうのは良くないと。僕的には本当プロレス界の中における、はい、本物の営業変態ではない、本物の変態の一人ですから。営業変態っていうのが世の中にあるんですね。いや、そんな人がね、そのリング上の法をさばいてるわけですからね、あ、でもちゃんとさばき始めましたね、はい。まあ、この4人のタッグマッチは瀬田さん組みましたけど、フランクさんをレフリーには瀬田さん別にそこまでしてなかった。はい、ああ、これは誰かの差し金ですね、絶対ね。ママミヤ絶対。ああ、事故が、事故が、事故が起きた。落ちた。これ不思議なのが、はい、こういうのやってもなぜか怪我をしない。そう、怪我をしない。松本美和子か DJ にらかですよね、怪我をしないという意味では。ああ、しかも返 すごい。勝負は諦めておりません、松本美和子。普通あれ精神的に折れてね。いや、折れてもうダメですよ、あれで終わってますよ。怖いです。あ、美和子コクラッチ、ちょっと勝とうとしてるんですよ、これが。すごい、これすごいですよね、ま、美和子さんはね。この執念って何なんですかね。そうそう、この執念はどこから来るんですかね。まあ、我々で言ってみればね、本当はあの交通事故食らったとき、それでも勝とうとしてるのと同じですからね。無知を振るっております。あ、さあ、そして広島の英雄も喜んで待ってます。待って待って、怖い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 。おねだりしてますね、おねだり。やめてください、やめてくれって言ってます、瀬田さんが。もうアイスリボンできんですよ。でき、いや、それあの当たってますね、それもうできにした方がいいと思います。はい、ちょっとやってるのは宮城さんですからね。おもちさん、ダメですよ。もうできんです、これは。もう完全にフランカスはできんでございます。数でいかないとダメですね、大橋さん満足させようと思って。怖い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 。角度ではなく数ですか。あのね、これバラムチって言うんですけど、はい、大橋さん普段一本ムチですから。なんで知ってるんですか。なんで知ってるかって話ですよね。そこまで知らないとプロレスマスコミは務まらないってこと。おー、あー、止めた、今の止めましたよ。止めた。これに対してレイプロモが怒った、当然です。殴られなかったのかな、うん、止めましたね、今ね。なんで止めたんですか。さあ、ここからメタボリックサンド。わあ、AJ スタイルズが、スタイルズがパクったという技。メタボリックサンドでスリーカウント。大橋さんの試合でしたね。はい。
さあ、セラさん、この試合のご感想は。いや、あの大橋さんの試合でしたね。大橋さんの試合でしたね。また頼んでますよ。やめてください、もうできんです、できん。これセラさんのお知り合いとか見に来てるんですよね。あの父と母と弟と兄が、はい、父と母と弟と兄がこれを見てると、はい、地域の私を、あのいつもリサちゃんリサちゃんって可愛がってくださっていたおじいちゃん、うん、おばあちゃんもいらっしゃってます。いらっしゃってる。で、はい、こういう大橋さんが見たければ、あの新宿二丁目プロレスというのに行くと、はい、これの春5段階ぐらい上のものが見れる。広島の皆様が新宿2丁目行くわけにはいかないですからね。いや困っちゃいましたねこれね、本当にね、大橋さんにはね早く退場してほしいですね。嬉しそうな顔しますね。結局これ得したのはフランクさんだけですね。ですね、フランクさん以外は何も覚えてない。フランクさんとあのマンマミーヤ Z から転がり落ちたの以外はあんま覚えてないですね。